こんにちは、ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。簡単に質問ちょっと答えさせてください。こちらのコースを送ってくれたのがお父さんかなお母さんかな、僕の子供が作ったコーススピランですと。で、質問、ちはやさんはマリオメー以外何してますか？これゲームですかね。マリカー、この前オーバークックやった、パワープロ、スプラトゥーン、ポケモン、マリオパーティー、これモハン買ったけどやってない、ソードも途中で今やめちゃってる、こんな感じかな。うん。あと、フォールガイズ、マインクラフト、アマングアス、ぐらいかな？今のところだと。基本的にはマリオメーカーと今、マイクラしかやってないかな？ということで、早速遊ばせていただきます。まさかのスピランと自動コースが重なっているコースなんですかね？この動画、見てくれるといいな。お子さんな、見てくれるといいな、作った。さあ、ゴー！ゴーゴーゴー！行きましょう！滑っていくー！クリア率も低かったよね。2% だったよね。どっかで大変なんだろうな。これコイン全部取っていきますよ。集まっていくコイン逃していくブロックも微妙に壊せてないが結構俺ですね。オッケーオッケー。どっから自動なるんだろうな。超えたー。これむずいな。このブランコクレーン。こうかな上。あ、これ戻ってくるパターンじゃん。はい。はい。はい。からのスピン、せいや。オッケー。あー、スタートやったよかった。壁なるべく伝わないように降りたいんで、スピン入れます。こんな感じで。こんな。こんな。オッケー。で、間に合っていくと。で、こういう時は、普通のジャンプで行くより、しゃがみで行った方が早いですね。しゃがみ。しゃがみですね。オッケーオッケー。さあ、オフ切り替えていく。切り替えていく。急に切り替えないで行くっていうパターンが怖いんだけど、大丈夫でさ。うわ、危ねえ。滑りっぱなしで、オッケー。さらに、主戦度のようにコインを集めていく。ほい。やはりこの世は主戦度。ほっほっ。主戦度が勝る世界。スルー。降りていく。ナイス。綺麗に降りた。こっから自動臭くない？いいのか？うわ危ねえ。耐えた。死にかけた。はい、お疲れ。ナイス、今日。皆さん、先日の生放送、お疲れ様でした。ありがとうございました。その中の、どこまでマリオチャレンジ難しいで発見した。なかなか面白い。バグリ散らかしているコースになります。グリッチレベル2。皆さん、ドッスンって、まあ、下向きに発動してくるこういうドッスンと、あと横にこう突っ込んでくるドッスンと2種類いるのを、なんとなくご存知だと思うんですけど、これ横向きのやつなんですけど、まあ本来だと、まあこういう動きをしますよね、ドッスンってね。横にズドーンっていく感じ。こういう感じ。こういうドッスンじゃないですか。基本的に直角にしか動けないんですね。上か下か、右か左か。なんですけど、こいつね、なんと、こいつなんと、斜めに動けます。だから、飛車か、角かですか。ドッスンは飛車でしか動けないんですよね。けど、このドッスン、角として動けるんですよ。いきますよ。これ生配信の時もコメント欄すごかったよね。つって、わら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 ってみんな。何このドッスン、初めて見たっていう。これすごいよな、ほんとな。もう一回いきます。ズドドドドドドド。これすごいよね、ほんとね。これはバグだよな、ほんとな。なんでこうなっちゃうんだろうね。メットと音符に挟まれることでなんか起きてるのかもしれませんね、これね。これほんとすごいよな。生配信中にユイトさんのコースよく遊ばせてもらったんだけど、マリオメーカー1でもめちゃめちゃ面白いコース作ってた方よな。いいコース作るんすよね。いわゆる配信映え、動画映えするコース。マジでありがたいです。職人さんに感謝。職人さんに感謝を忘れない。不思議なカラクリ屋敷2、ミステリアスマンション。これ多分コイン取れますね。ちょっと行ってみていいですか。ほら。で、次どっち行くの？あ、どっちも行けないんだけど、登れた。で、上切れるようになった。わ、ドア入れるようになりましたね。からの？わー、流されるんだけど、下からなんと、行けちゃうんですね。すごーい。次は何だろうね。左に何かを投げてみたいよな。とりあえず、あ、なるほど。重なってたんだ。ファイヤー放ってみた。あ、お、切り替わった。切り替わった。ナイス。未だにカノン倒せてないけど。あ、
すごい、土管があったよ。このカノンも踏めないですね。まだ倒せてない。めちゃめちゃ倒せそうなのに倒せない。なんか、すげえ重くなってる。なんか、招き猫の手みたいになってんだけど。かわいい。ん？待って。空中でやる分には早いけど、下でやるとちょっとラグい。なんだろ、この差。切り替わった。切り替わった状態で撃てば。うわ、なんかブランコくらい降ってきたんだけど。すげえ、UFO キャッチャーだ。やったー、進めたぞ。これどうなっとんじゃ、マジで。わけわからん。撃ってみた。オフ切り替えてみた。うわー、来た来た来た。修理ガンが道を作ってくれんだね。え、鍵は関係なしか。まだでもカロン倒せてないよな。食った。タヌキチ？あ、タヌキチになったぞ。で、毒が入りましたね。これなら倒せそうだ。ふっ、あ、まだ倒せない。そんな。あ、右に甲羅を蹴っ飛ばしていく。自身はこう。からの、パックン倒そう。なぜかカロン倒せて、ゴール条件が達成できているというね。ジャンプすることで音符が切り替わってカロン倒したのかな。これすごいね。カロンを一切倒さないんだけど、画面外で倒してクリアさせるって。だって今までカロン10匹くらい見てきたんだよ。それ全部倒さずにってことでしょ。これすげえよな、ほんとな。天才だ、天才。楽しい。いいコースだな、マジでな。すごいな。今動画のコメント欄見てて、このさっきさんからね、コメントが来てて、僕のコースのコメントのところに制限がかかってしまっていて、コメントがもらえないんですが、どうやって解除するんですかっていう質問が来てて、これって任天堂スイッチのさ、年齢設定じゃなかったかなと思ったんだけど、違ったっけ？あるいはオプションかな？あ、これじゃない？自分のコースへのコメントを許可する許可しない。多分これだな。これなんだけど、もしかしたら、許可する許可しない設定できないかも。その場合は、任天堂スイッチの方の設定だと思うよ。なんか年齢制限なかった？お父さんお母さんじゃないとできないみたいな、そんなやつあったよね。もしあったら聞いてみて。人気ランキングの第1000位に入るのってさ、ここ狙って入るのってめちゃめちゃ難しいっすよね。ということで1000位見てみたら、ボカロメドレー2だったんで、これ最後にやって終わろうかな。ボカロメドレー2。知ってる曲何曲出てくるかな。みんなこれ、最新のボカロ？一曲もわかんなかった。やば。お見事総制作時間どれくらいだと思う？ 15、6 時間くらいはいってそうよな、これな。天才！